わ、綺麗なお花畑ね。もう春だにょんねー。色とりどりの花を見ると、こちらの気持ちも華やかになるよな。お花って、なんでこんなに綺麗なのかしら？お花の色って、みんな綺麗だにょん。花の色素はフラボノイド類と言われるらしいのぜ。あら？フラボノイドって体にいいんじゃなかったっけ？調べてみるにょんか？フラボノイドは、別名ビタミン P と呼ばれるにょん。お花だけでなく、野菜や果物、幅広く存在しているのね。共通する、フラバンという骨格を持っているのぜ。フラボノイドは、植物が生きるために絶対必要なものではないのよ。偶然できたものを、生きるために利用してきたんだにょん。綺麗な花の色はその一例だよな。色を綺麗にして、虫を誘う、それが子孫を残すのに使われたのよね。捕食者から身を守る、つまり食べられないようにする意味もあったにょんよ。自由に動けない植物だからこそ、いろんな工夫をしてきたんだろうな。それをまた私たちが利用させてもらっているのよね。フラボノイドは、実はポリフェノールの一種だにょん。抗酸化作用があるってことだな。抗酸化作用ということは、抗活性酸素作用ってことね。活性酸素は、老化や生活習慣病、もちろんお肌にも大敵だにょん。それらから守ってくれるということだな。フラボノイドはその骨格によって、フラボン、フラボノール、フラバノン、フラバノール、フラバン、イソフラボンなどに分けられるのぜ。有名なフラボノイドとしては、セロリやブロッコリーに含まれて、尿酸値を下げると言われているルテオリン。玉ねぎやリンゴに含まれて、体脂肪減少効果があるとされる、ケルセチン。柑橘類に多く含まれていて、冷え症の改善、コレステロール低下作用がある、ヘスペリジン。ブルーベリーに多く含まれて、視覚機能改善効果がある、アントシアニン。豆腐などの大豆製品に多く含まれて、女性ホルモン用作用のある、イソフラボン。お茶に含まれて、抗がん作用があるとも言われている。カテキンなどもあるわね。どれも同じ骨格を持っているのに、幅広く植物に存在して、いろんな生理活性があるのが不思議よね。20年くらい前に、フレンチパラドックスという言葉が有名になったにょん。一般的に動物性脂肪の摂取が多いと、心疾患リスクが上がると言われているのぜ。ところが、バターや生クリームなどの動物性脂肪をよく摂取する、フランスでの心疾患での死亡率が他国に比べて低いことが分かったのよ。その理由として考えられたのが、赤ワインに含まれる、ポリフェノールではないかと言われたのぜ。ただそれも、正しい生活習慣を超えるものではなかったにょん。そもそも日本人は、欧米人に比べて動物性脂肪の摂取量そのものが、少ないこともあって、赤ワインポリフェノールの効果も限定的らしいのぜ。逆に、大豆製品の摂取量が日本より少ない欧米人は、イソフラボンの過剰摂取は、子宮内膜症のリスクを上げると言われているのよ。体に良いとされている、お茶のカテキンも、そのサプリによる過剰摂取で肝臓障害が報告されているにょん。体に良いからといって、過剰に摂るには注意が必要ということだな。ま、あんまり難しく考えないで、美味しくスムージーをいただきましょうか。バイ。